それで思い通りに自分がこうなりたいっていうのがどっかにあったんでしょ、やっぱ。いやいや、もう全然僕努力してないです。あ、そう。何にもしてないです。一人でに。一人でっていうか、もう親からもらったこの声とね、体で、でもうただ歌ってるだけで、それがもうなんか良、かったんですね。やっぱりありがたいと思ったんだ。もう本当にもう親に感謝です。ああ、それいいね。それがいいんだよ。でも当時、この後は森さんの長男ロックバンドワンオクロックのタカさんとの貴重なエピソード。母さんじゃん。だってテレビじゃない。寿司屋でありませんでしたかね。寿司屋で、彼いた？いや、奥様と二人だけじゃなかったかね。いや、もういつも一緒でしたから。数すげえプライベートと。でも歌手森進一の遺伝子は次の世代にしっかりと受け継がれています。今世界を舞台に活躍するロックバンドワンオクロックのボーカルタカさんは森家の長男。そして今若い世代から絶大な支持を集めるマイファーストストーリーのボーカルヒロさんは森家の三男。普段は本人の口からなかなか聞けない息子たちの活躍について今回森さんが語ってくれました。あ、お子さんの話、男の子さんばっかり3人もいる、そうなんです。立派だね、これは。しかも加山さんも、まあ、ご存知だと思いますけど、知ってるよ、まあ、有名すぎるとも言える。もうすごいよ、はい、世界的になっちゃった、ね、いやそうですよ。ワンオクロック、ワンオクロックですけど、加山さん、写真、あ、出ますか。ハンサムじゃん。いやいや、ね、あの全国民が知ってる状態です。いや俺顔はでもあんま見たこともない。あれ、だってテレビじゃない。寿司屋でありませんでしたかね。寿司屋で、彼いた。いや、奥様と二人だけじゃなかったかね。いや、もういつも一緒でしたから。すげえプライベートと。でもまだ小さい時ですよ。あ、小さい時だから分かんないんだよ。いや、いや、ちなみにね、僕さ、そのワンオクロック出てきた時にやっぱ歌圧倒的にうまいので、そうで最初は森さんのそのね、お子さんだということが最初にこう出るようなことはなくて、ただ歌うまい人出てきたなと思ったら、実はやっぱり森さんの子だったんですよ。なんか噂のように聞いて。ああ、そうですか。やっぱり遺伝子がすごいんだって話になった。そう、本当にだからさ、音楽的なもののセンスっていうのはさ、ご両親の頭の中に染み付いてるわけだよ。そうなんでしょう。でもともとね、それを聞いて育ってるわけですから。そうで、それであの子供さんにそれで遺伝子の中に全部組み込まれるっていうのもあると思うんだ。いや、すごい、ものすごい音程がいいっていうかね、ピッチがものすごくいいかな、うん、声もいいじゃん。いや、異常で、それあれですか、やっぱ子供の時そのお父さんのお仕事、まあ、森さんのお仕事をそばでやっぱり見てらしたっていう。そうですね、あの劇場公演とか連れて行ったりね、あの車で旅行行く時はもうどんどん僕の歌をかけてましたので。あ、そうなんですか。歌詞見ないでも全部歌えるみたいな。あ、そう、子供の頃。へえ、タカは森さんの歌を全部歌えるんですね。これはそういう曲を聴いてみたいっていうね。でもね、本当にあの、こんな息子だったらいいだろうなって、自分がそのやってたお仕事を見て、もっとそれを高みに持っていってるっていうか。厳しいお父さん。いや、あの小さい頃はね、あの厳しくしましたけど。優しくも悪い。もうあの中学後半になってからはもう自分の手じゃないなって、これからは社会が育てるなと思ってました。なんか森家のその、まあ、教育方針じゃないけど、はい、子供に対するなんか教える中でこれは大切なんだよって何かありました？そうですね、特にないですけど、もう本当愛情を持って育てましたから、あのそうですね、やっぱり普通の嘘をつかない、やっぱりあのまあ、っすぐ生きるっていう、そういうことだけですよね。なるほどね。加山さんどうだったんですか、その教育っていう。教育的には加山さんちも厳しい時はすごい厳しかった ね、嘘をついたりすると猛烈に怒ってね、人に優しくしろとかさ、だからみんなすごい優しくなって育った、ちゃんとね。なんかあれですか、そのお子さんたちはそれこそ芸能界のまあ先輩っていうか、そのね、音楽の先輩として、森さんに何か相談されるようなことはあるんですか？いや、最初のうちはね、いろいろ、あの、まあ、歌のことじゃなくて、あの相談に来たりしてましたけど、もうあの時代も、もう全てが違いますので、まあ、そうですね、アドバイスすることは、ね、ほとんどないですね、まあ、とにかく歌手なんだから風邪ひくなよ。それぐらいのことですね。声大事に、一番大事ですから。あ、まあ、そうですね、そうだ、声一つでね、
声っていうのは形がないですから、うん、形のないもので人の感動させるわけですから、そうですね、うん、それはまあ、ちょっと自分が苦しいとか痛いとか出にくいってことは分かるけど、自分では分からないことがお客さんの耳に届いて、うん、そのいろんな解釈されるわけですから、そうだよね、やっぱりその自分の基礎はね、うん、自分の中で本当に神経質に考えてないと、うん、これぐらいいいだろうってことは伝わらないダメですね、そう、はい、本当にそうなんだ、うん、道端花など祠に手向け、やっぱその流行歌手ってね、本人が言う森さんが今このワンオクロックのタカがプロデュースっていうのは必然としか思えないっていうか、いや、それもそうだし、 そうですね、それが自分のもう息子だって、すごい羨ましい限りね、羨ましい限りだよね、そんなことってありえるんです ねそれはすごいな。2015年森さんは歌手生活50周年を記念した楽曲あるがままに生きるを発表。この楽曲をプロデュースしたのは長男のタカさんでした。時代の先端を行くアーティストでもある我が子とのコラボレーションは森さんにとってやはり特別なものだったようです。50周年でなんか作曲してくれたの、タカ君がプロデュースをね頼んだんですね、はい、うん、やっぱりまあ、僕も長くやってるから、うん、長いことがいいことと悪いことがあって、うん、こういう仕事はねやっぱり、まあ、こういう仕事っていう世の中はやっぱり新しい若い人たちが作っていくものですから、うんうん、そういう思いがいつもあったので、うん、まあ、さっきのでもいいよな、それがこれですよね、流行歌手っていう話でもさ、しましたけど、でもね、これを聞いてやっぱその流行歌手ってね、本人が言う森さんが今このワンオクロックのタカがプロデュースっていうのは必然としか思えないっていうか、いや、それもそうだし、 ね、それが自分のもう息子だって、すごい羨ましい限りね、羨ましい限りだよね、そんなことってありえるんですね、それはすごいな。これどうでした、一緒にじゃあお仕事されて、嬉しいでしょ、それはね、嬉しいですね、もう、いいとこ悪いじゃなくてね、うん、もう彼の今その若い彼が考えてるものを全てね、うん、受け入れて、まあ、詞と曲は僕が書いたんですけど、うん、そのプロデュースアレンジから全て打ち合わせを全部してもらって、はい、うん、なるほどね、いいですね、お部屋のこれいいやつだな、すごいよな、それであるがままに生きるってこれは最高ですね、最高だ、だからこれをその息子さんが感じた言葉なのかな、これ、いや、僕は歌詞のあれは今この年になって、はい、まあ、いろんな理不尽なこととか、これはもうじゃあ森さんがこのタイトル考えたわけ、まあ、下全部、ね、それを全部プロデュースしてもらうって、ああ嬉しいだろうね、それだってレコード会社が一生懸命やろうとしてもできないやつなんですよね、これねできないんですよ。でもよかったね、もう息子さんにこういうことをちゃんとプロデュースしてもらってさ、全員やりたいけどできないやつできないだろうな、全員これ目指したいですけど ね、 ね、今日はね、そのこの歌もパフォーマンスやっていただける、はい、あ、いいな、ということでありがとうございました、ありがとうございました、頑張りましょうお互いにね、はい、せーの、はい。